アンドレゲンナージ・エビチ・チェルカソフは、ソビート連邦ロシア共和国ウファ出身の男子、プロテニス選手。1992年バルセロナ、五輪男子シングルス銅メダリスト。シングルス自己最高ランキングは13位。ATP ツアーで、シングルス2勝を挙げた。彼の名前は、同じソ連の男子プロテニス選手である、アンドレー・ジェスノ・コフと混同しやすい。 チェルカソフはジュニア時代、1987年、全米オープンジュニア男子シングルス部門で、デビッド・ウィートンに敗れた、準優勝がある。1988年に、プロ入りし、その年から、男子テニス国別対抗戦、デビスカップソビエト連邦代表選手に選ばれ、同年のソウル五輪男子シングルスにも出場した。1989年全仏オープンで4。 大体開発出場。1990年に、チェルカソフは、著しい躍進を遂げ、全豪オープンと、全米オープンでベスト8に進出した。初出場の全豪オープンでは、1回戦で、日本の松岡修造を破った試合から始まり、準々決勝で、第1シードのイワンレンドルに3から6、2から6、3から6で敗れた。全米オープンでは、 チェルカソフは三回戦で九百八十九年、全仏オープン優勝者のマイケルちゃんを破り、準々決勝で、アンドレアガシに二から六、二から六、三から六のストレートで破れている。九百九十年十一月に、地元、ロシアで、クレムリンカップが創設され、チェルカソフは、決勝で、ティムメイヨットを六から2、6から一で破って、ツアー初優勝を飾り、同大会で、 1> 第1回男子シ,シングルス優勝者に輝いた。1991年全仏オープンで初の4回戦に進み、クレムリンカップで2連覇を達成した。1991年末にソビエト連邦の崩壊が起こり、ウファ出身のチェルカソフはロシア国籍の選手となる。1992年、チェルカソフは全仏オープンでもベスト8に進出し、準々決勝で ペトルコルダに4から6、7から6、2から6、4から6で敗れた。7月のバルセロナ五輪で、チェルカソフは、オリンピックの EUN 選手団入りし、2度目のオリンピック出場を果たし、男子シングルスの銅メダルを獲得した。準決勝では、スペインのホルディアレッセに4から6、6から7、6から3、3から6で敗れたが、当時は3位決定戦がなかったことから、 チェルカソフとモラン岩ニセビッチの2人が同メダリストになった。その後チェルカソフの好成績は少なくなり、男子ツアーの優勝は1990年1991年のクレムリンカップに連覇のみで止まってしまう。ウィンブルドン選手権では1勝も挙げられず、1989年から1994年まで6年、連続1回戦敗退に終わった。 最後の4大大会出場は1999年前後オープンであった。彼は ATP チャレンジャーツアーや ITF 男子サーキットで長く現役を続行し2007年4月まで競技記録を残した。ありがとうございます。